羽生結弦、生命と、天と地とに込められた思い。日本の美しさを世界へ。羽生結弦という存在は、ただ一人のフィギュアスケーターにとどまらず、彼のパフォーマンスと人間性は、多くの人々にとって心の支えとなっている。彼の演技が生み出す感情の波や、美しい表現力に多くのファンが魅了され続けているのは、単なる技術の高さだけではない。彼の衣装の選択やプログラムの一つ一つには、 個人的なストーリーや意味が込められており、それが彼の演技をより一層輝かせている。最近、羽生の新しいプログラムで登場したエメラルドグリーンの衣装は、多くのファンにとって特別な意味を持つものであった。彼がこれまでのプログラムで披露してきた多くの衣装の中でも、この色は彼にとって新しい挑戦であり、またファンにとっても新鮮な驚きであった。色彩の選択は、彼の演技に新たな意味合いを加え、 視覚的にも感情的にも観客に深い印象を与えることができる。今回のエメラルドグリーンは、プリンスのような気品を感じさせ、彼のエレガントなスケーティングスタイルをさらに強調していた。衣装の色彩に対するファンの反応も興味深い。ある人々は、エメラルドグリーンと捉え、また他の人々は、クライティールに近いと感じるなど、様々な解釈がなされた。 照明や撮影角度によって異なる印象を受けることができるのも、彼のパフォーマンスが多層的である証拠だ。特にフィギュアスケートのような視覚的要素が強いスポーツでは、このような微妙な違いがファンにとっても大きな話題となる。羽生結弦の演技を語る際に欠かせない要素の一つが、ジャンプやスピンといった技術的な部分だ。しかし、彼の魅力はそれだけでは語り尽くせない。彼の表現力や、 演技に込められた物語性、そしてそれを視覚的にサポートする衣装の選択など、すべてが一体となって観客を引き込む。例えば、今回のプログラムでは、ジャンプの一つであるバックカウンター 3A が特に印象的であり、また表情に寝転がる姿勢からの復帰も感情的な高まりを感じさせる場面となった。また、羽生のプログラムにはしばしば細部にわたる工夫が見られ、これが彼の演技をさらに特別なものにしている。 例えば、衣装の色が一瞬青や黒に変わるという編集技術が加えられたことも、ファンの間で話題になった。こうした視覚的な変化は、羽生がただのアスリートではなく、アーティストとしての側面を持つことを示している。スケートという舞台で、彼は技術と芸術を融合させ、観客に強い印象を残す演技を続けている。しかし、羽生ズルという人物を語る上で、 彼のパフォーマンスだけに焦点を当てるのは不十分である。彼はその温かい人間性と、仲間やファンとの深い絆によっても多くの人々から愛されている。特に最近、宮川大成とのエピソードがファンの間で話題となった。宮川が配信中に羽生に言及した際、羽生本人が配信にコメントを寄せたという出来事は、二人の友情の深さを感じさせるものであった。宮川が冗談交じりに、 天井の写真を見せてくれるなら床も見せてくれないかなと語った瞬間羽生は天井も見せんわと返答しファンを大いに笑わせたこのやりとりは彼らがただの同僚ではなく真の親友であることを象徴している羽生譲ると宮川大成の関係はフィギュアスケートファンにとっても大切なものでありその友情の絆は演技やステージを超えてプライベートな領域でも深まっていることが伺える このような友情のエピソードは、ファンにとって羽生結弦という人物をより一層身近に感じさせる要素となっており、彼のパフォーマンスだけでなく、人間性に惹かれる理由となっている。また、羽生のプログラムや衣装に対する解釈や反応は、フィギュアスケートというスポーツがどれほど観客との双方向性を持っているかを示している。彼が新しい衣装や技を披露するたびに、それが SNS やファンの間で大きな話題となり、共感や驚き、 そしてて興奮が広が広っていくこのように、フィギュアスケートは単なる競技の枠を超えたエンターテインメントとして、多くの人々の心に残る瞬間を生み出している。ここで、衣装やプログラムだけでなく、羽生が取り組む全体的なアプローチについて考える必要がある。彼は競技者としてだけでなく、アーティストとして、そして人間としての成長を続けている。これは、彼がただ勝利を目指すアスリートではなく、 自らの限界に挑戦し続ける探求者であることを示している。彼の毎回のパフォーマンスは、技術的な完成度とともに、自己表現や内面の探求の一環として捉えられている。例えば、羽生が何度も挑戦し続けている4回転アクセルは、その象徴的な挑戦の一つだ。これは技術的に極めて難易度が高く、これまでにほとんど誰も成功させたことのない技である。しかし、 羽ニューはその挑戦を諦めず、何度も試みを重ねている。この姿勢は、彼がどれほどの情熱と決意を持ってスケートに取り組んでいるかを物語っている。同時に、彼の挑戦はファンにとっても大きな励ましとなり、彼がどのような結果を出すにしても、その挑戦自体が価値あるものであることを教えてくれる。彼の挑戦の裏側には、常にファンとの深い絆が存在している。彼はしばしば、 ファンに対して感謝の気持ちを表し、その支えが自身の原動力であることを強調する。このような相互の関係性は、他の多くのアスリートには見られない特別なものだと言える。羽生結弦の演技がこれほどまでに多くの人々に感動を与えるのは、彼がただのパフォーマーとしてではなく、心の底から観客とつながろうとする姿勢を持っているからである。羽生結弦のキャリアは、彼自身の成長とともに、 フィギュアスケート界全体にも大きな影響を与えてきた。彼が新しい技やプログラムに挑戦するたびに、その影響は国内外を問わず広がり、後輩スケーターたちにも大きな刺激を与えている。彼の存在が、フィギュアスケートというスポーツに対する新しい視点やアプローチをもたらしていることは、間違いないだろう。これからも羽生結弦がどのような挑戦を続けていくのか、そしてどのように自身の限界を超えていくのかに、 多くのファンが期待を寄せている。彼の挑戦の旅は、まだ終わりを迎えていない。これからも彼が描く新しいストーリーが、多くの人々に、感動を与え続けることは間違いない。羽生結弦の挑戦は、常に進化し続けており、それは単に新しい技術に挑戦するだけではなく、彼自身の内面との対話、そしてフィギュアスケートを通じて表現したいメッセージを深めることでもある。彼のプログラムはいつも、 見るものに問いかけるような感情を喚起し、その演技を通じて何かを感じ取ってほしいという強い願いが込められている。例えば、彼の過去のプログラム、「生命」や「天と地と」には、日本の伝統や歴史的背景が深く反映されており、彼が自国の文化に対して強い誇りを持っていることがうかがえる。また、そうしたプログラムを通じて、 国際的な観客にも日本の美しさや精神性を伝えることに成功している点も特筆すべきだろう。羽生結弦が描くプログラムは、単なるスポーツの枠を超えた文化的、芸術的な意味を持っており、それが彼を他の選手とは一線を画す存在にしている。しかし、フィギュアスケート界における羽生結弦の影響力は、彼のパフォーマンスやプログラムだけにとどまらない。彼の挑戦やその姿勢が、 後輩スケーターや若い世代にも大きな影響を与えている。特に、日本国内のスケーターにとって、羽生は憧れの存在であり、彼の背中を追って新たな才能が次々と登場している。最近では、次世代のスターとして期待される選手たちが羽生の後を継ぐ形で世界の舞台に立っており、その中でも特に注目を集めているのが千葉モネだ。千葉モネは、羽生譲るの後継者と呼ばれるにふさわしい若手スケーターとして、 その才能を発揮し始めている彼女の演技には、羽生が持つような感情表現や技術的な完成度が垣間見え、すでに多くのファンや専門家から高い評価を受けている。千葉が羽生からどのような影響を受け、その影響をどのように自らの演技に反映させているのかは、今後のフィギュアスケート界における大きな話題となるだろう。羽生結弦が築き上げた道を、彼の後輩たちがどのように歩んでいくのかも。 フィギュアスケートの未来を考える上で重要な要素だ。羽生は常に自らの限界に挑戦し、その姿勢が多くの人々に勇気を与えてきた。彼が残していく遺産は、技術的なものだけでなく、スケートに対する姿勢やスポーツを通じて社会に貢献しようとする精神にも現れている。その一方で、羽生自身がどのようにこれからのキャリアを描いていくのかにも注目が集まっている。彼はすでに数々の偉業を成し遂げてきたが、 まだその旅は終わりを告げていない。な特にファンが期待しているのは彼がこれからどのようなプログラムを披露しどのように自身を進化させていくのかという点だ。羽生はこれまでのキャリアで何度も自らの限界を超えるパフォーマンスを見せてきたがこれからの彼の新たな挑戦もまた多くの人々に感動を与えることだろう。